い、今日は試合の当日で朝で昼スタートやから、朝ちょっとだけウォームアップして、今から行ってきます。2日目なんですけど、めっちゃ風が強いです。昨日も午後スタートですごい風が強くて、今日は朝スタートやから風がないと思ったら、めっちゃ風が昨日より強いです。今日の晩ご飯です。めっちゃ美味しくて、毎日これでいいです。そのカジノホテルの中のご飯です。はい、おはようございます。今日の朝ごはんです。ヨーグルトとベリーとちょっとスタバ行ってコーヒーを買いました。あとあれこのコーンフレークがいっぱい余ってるのでこれを食べると思います。で、昨日18ホール連覧して月曜日で、今日多分9ホール回って、明日なんかプレーできなくて、明後日もプレーできないんですけど、今日9ホール回って、で、あとは練習って感じでやっていきます。で、今週はめっちゃ汚いんやけど、友達と部屋をシェアしてます。中国人の人と部屋をシェアしてます。で、ゴルフ場の中のホテルに泊まってます。めっちゃ田舎なんでって感じで頑張ります。今日の晩ご飯でサラダとなんかヌードル。はい、すいません、めっちゃ汚いんですけど、写真動画撮るの忘れて食べちゃって、今日のお昼はステーキを頼んだんやけど、めっちゃ焦げとって、こんな感じで残してます。あとフライズを食べます。はい、試合の日の朝ごはんですコーンフレークが大量にあって、11日目なんですけど、ちょっと消費しないとダメなんでこれを食べます。はい、今日のお昼です。朝もコーンフレーク食べてんけど、食べるものがないんで、てかちょっと買いに行くのがめんどくさいんで、またコーンフレークを食べて試合行ってきます。はい、今日の晩ご飯です。ステーキをテイクアウトしました。これを食べてもう8時ぐらいなんで、すぐ寝て明日に備えます。はい、おはようございます。今日は2日目の朝なんですけど、今日の朝ごはんはコーンフレークです。これ意外と結構でかいんですけど、これを食べていってきます。オレゴンからシアトルに行く途中で、今2時なんですけど、2時半ぐらいかな。今日初めてのご飯を食べます。何もなくてシャーなしアイホップです。こっちです。これだけで1500キロカロリーです。はい、今日は、シアトルについてダウンタウンに来ました。そしてあの意味わからん銅像、今からサンセットを見に行きます。朝ごはんです。私が盛り付けました。はい、今日の夜食です。てかもうポテチを1袋食べて、ボバム2杯飲んでんけど、今日これを食べて最後のオフの日を楽しみたいと思います。ではさようなら。
はい、皆さんお疲れ様です。今日は9月の8日なんですけど、先週とその前の週の振り返りをしてなかったんでしたいと思います。で、その前の2週間は私の弟が日本から大学が夏休みやから遊びに来とって、そんでキャディーをしてくれました。で、結構いろいろ大変やったんやけど、なんか弟と2週間一緒になんかアメリカ過ごしてすごい楽しかったし、なんか弟は私よりもうちょっと英語喋れないんで、私がお世話するみたいな形やったんですけど、なんかいつもお世話されてる側やったから自分がなんかやるみたいな、すごい新鮮な感じで勉強になりましたって感じで、2週間は、結果はどっちも予選落ちで、すごいショックなんやけど、ランキングやばいし、なんかついとうし、なんかで、すごいパターが悪くてショットすっごい良かって、で1試合目の2日目も4アンダーぐらいまで行ってから、スリーパット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 みたいな、バックナインでスリーパット4回して1打で予選落ちて、めっちゃショックやって、最初ホールもスリーパットしてボギーやってって感じで、で先週はめっちゃパター練習したんですよ。なんかもう下手くそやからシンプルに、でもなんかうまいこといかんくて、もうパターでリズム崩してって感じで、すごいなんか大変な、なんでって感じ。まあでも練習するしかないんで、しっかり練習したいと思います今週は。それで、その土曜日に終わって日曜日にシアトルに移動して、弟がアイダホとオレゴンに来とったんやけど、もうすっごい中 で私はなんかオレゴンは、中国人の女の子とシェアしてって、弟一人で多分めっちゃ暇やったんですよね。てかもうほんまに何もないし、ご飯も何もないから、弟にとってすごい大変な時間やったと思って、でシアトルはすごい都会なんで2日間シアトルで楽しみました。何したっけ、まあ、ご飯食べてなんか海見に行ったりとかしてって感じで、弟とショッピングしたりして、ちょっと動画貼ってると思うんやけど、楽しみましたって感じで、今週は1週間ゴルフ合宿をして、パームスプリングスと、LA のなんだっけ名前忘れちゃった、多分動画で紹介されてると思います。で今日から、パームスプリングスに3日間合宿に行きます。でパームスプリングスは、ミッションヒルズっていうところもあるんやけど、去年までアナインスピレーションがやっとったすごいコースで、私は1試合やったんですよ。あの去年のファースト QT がそこであったんで回ったことあるんやけど、そこは3コースあって、2コースは回ったことあるんだけど、あと1コースは回ったことないんで、すごい楽しみやし、なんか去年回ってなんかすっごいなんか難しい、やばい、もうどうしようって思っとって、ファースト QT とか絶対通らんやみたいなぐらいの衝撃を受けたんで、今年1年間、まあまだ1年も半年もやってないけど、まあ4ヶ月アメリカでやって、改めてミッションヒルズを回って、どういう感じなんか、自分がどういうゴルフできるのかっていうのを見るのがすごい楽しみですって感じで、頑張ります。では、さよなら。